ま、こんにちはだぜ。今日は、僕の問いかけの、原理戦での答えだよ。答え合わせ動画の中で、いろいろ語ります。まずはタクティクスオーガバイデンさんよ。これはフェームボールだよ。語りタイム、原理戦だから、もっと光年に出す動画では、もっと改良されるかもよ、ということも。はい、僕は、コロナが流行ってた時に、ICU に入院してました。生死をさまよったよ。その後も何回かは病院に入院したりも、生死をさまよった時に一回生まれ変わった記憶がないけど、もし僕が子供っぽいと思うなら、そういうところに原因があるのかな。この動画の本当の意味での問いかけを理解したいなら、この冒頭のオーガさんの占いはぜひ見てね。まあ何回かは動画で出してるから、勘のいい子いい人なら、それは、わかってるよって答えもあるけど、朝はカップ麺。そして、今回は現時点での総集編なんです。まず一つ目のキーサインとは、この世に意味のないことは起きないということ。大人になって、社会経験を積むと、わかってくることかもしれないね。子供たちは、今を楽しもう。趣味遊びとかね、宿題とかお手伝いは、あるから。適度に楽しむということも、僕も占い師さんみたいなことしてるけどね。ただ、それも僕の場合は一度、生まれ変わってるということと意味が、感性が子供と似てる。ただ、これまで生きてきた膨大な、人生のレコードは忘れてるけどね。はい。人は、たとえ定められし道であったとしても、抗いたくなるものということもね、これは第二のキーサインです。今流れてる動画は、生まれ変わった僕が選んでることだから、どうしても老弱性になりがちということも、それは半分カッコつけて半分は本当だよ。日本のおじさんは本当は優しいからね、人によって考え違うから、なんとも言えないけど、僕は自分に余裕がない時と、お家で作業することが多いから、一人になりやすいことかな、なんとなく的な弱さ。気分を変えるためにしばし休憩しますだ。続きは後半戦でね。休憩してリフレッシュ。ここからがこの動画の本当の意味での問いかけになります。この BGM は闇、ある意味ではフロンタルさんの言ってたこの宇宙の果て、違う意味では最終決戦かラスボス、スダドアカイコールカード出す。そしてガンダムさんたちは平和のお祈りで全回復しました。ファミコン版、ナイトガンダム物語2さんでは、チタンの魔刀の光シリーズが最強装備です。ちなみにラスダンではエンカウントありません。ボス戦以外ね、サンマダンは、アールジャジャガズエルガズアルだよ。僕は、アルガス騎士団さんではニューさん。読みづらいは早いけど、セリフ見てね。録画時間の関係上どうしても、ちなみにお仕事休憩は、オンとオフだよ。ニューさんの魔法とかは、序盤で重宝するぞ。回復魔法とか、ニューさん、覚えるからね。マジック、デノンマンサとは、アクシズ王国のお姫様。ちょいさっきの、サンマ団とかけてる？アレックスさんは騎士団長ですが、当時の OVA の放映時期を、バンダイさん。ちなみにナイトガンダムのナイトが取れると、普通のガンダムさんになります。記憶、生まれ変わった時の夢で、見ました。夢だから、忘れてることも多いけど、だいたい夢の通り、日本のこととかもね、さっきのだと、何らかの意味、だから、何してもいいじゃないというね、マクロコスモスとミクロコスモス、ガンダムさんたちも最上階に、行きました。ガンダムさん、かっこいい、アムロさんも、まあ、大した意味じゃないけど、ガンダムさんのツイン愛と、ザクさんの物愛には、何らかの意味かな？そして、まずはサンマ団討伐戦ですね。ただ、僕の知るガンダムさんには、ガンダムさんにもザクさんにも、パイロットさんが、いたことは考えてね。サンマ団は連続攻撃してきます。魔法は、使えません。ただ、ニューさんの攻撃魔法も、あまり、有効ではありません。レベルを上げよう。ボス戦、必勝攻略法。ゼータちゃんは、たまーに、連続攻撃する時も、あります。力にはわざわざには魔法、魔法には力。僕が子供の頃、ナイト2さんから、教わったことです。ちなみに、ゲーム内のカード出すでは、
カード出すバトルができるよ。うん。ゼータちゃんがやばいですね。ニューさんの魔法で回復。僕は回復魔法使いです。エアリスお姉ちゃんと似てる？ランスみたいな武器は、かっこいい。少しだけ、モンハンっぽい。うん。アルガス騎士団さんのことを、知りたいなら、テレビのアニメをね。バンダイビジュアルさん。ゲームはバンダイナムコさんだよーん。ニンテンドーさんもね、頑張ってねと。バンダイさんも、答えられない時、あるかもしれないけど、きっと難しいことでも、考えてるのかも。一斉攻撃で決まりました。これくらい経験値あるとレベルアップ。他のエネミーはいずれねえ。うん。真面目な、お話だと。そしてゼノンはついないだけど、ゼノンは、瀕死になると。必殺の一撃を出してくるから、アレックスさんには、お守りを、うん。アレックスさん、魔法使えないから。回復は、傷薬。お昼は牛丼。ゼノンマンサさんはバインダーが盾。ブルーで、少しかっこいい。アレックスさんはレベル高い。ちょい昔に、カード出すのナイトガンダムさん。スマホゲームで、あったけど、今、ないから UC エンゲージか。SD ガンダムオペレーションズ。ゲームはね、女の子の友達が遊んでたよ。オペレーションズ。もしかしたら、今はママしてるかも。友達はね、可愛かった。うん、特効薬は全回復です。ヒットポイントね。ゼノンさんは必殺の一撃を出すようになれば、もうちょっと。ナイトさんは武器とかアイテムも、できる範囲でいいから、いいアイテムを回収すると、いいよ。ナイトさんは、ちなみに RPG でーす。逃げ出す、あるけどボス戦は逃げれない。技よりは戦う、多かったね。アレックスさんは、ちょい、攻撃力がでした。この最上階は、いかにも闇ですね。ガンダムさんは黙る。この魔物が闇です。勇者のバーサルナイトさんは光です。うん、お昼は冷凍の牛丼、食べました。日本の冷凍食品。ガンダムさんには連続攻撃できる、加速の腕輪を装備しています。まあ、これは前回の投稿とかで言ってるから、わかるけど、日本だけでなく、世界も、光と闇が、ある。子供の頃は、どちらかで生きていけるけど、お父さんお母さんの力も、あってね。だんだん、大人になるにつれ、世の中には理不尽なことも正しいことも、どちらも、あるということに、気がつく。ただ、闇とは、自分の中に住む、魔物でもあるし、光とは、女の子を助けたいという正しい心、かもしれない。その問いかけは、何回か、したけど、本当の意味で、すべてを理解する、きっかけに、したいなら、このバーサルさんとドラゴンさんの、惹かれ合う音楽も、考えてみるといいよ。光と闇、それは自分の、引いては世界にもあって、その答えは、もうすぐ、その答えが見つからない間は、虚しい苦しい、光と闇、二つの事柄は、やがて一つの真実へと、暮らす中へね、勇者も魔王も、二つは、同じ、うん、ええ、その一つの真実の名は、輝きイコールスペリオルドラゴンさん。それは、これからは輝いていけるということ。うん。光とは表、闇とは裏。一つの真実とは、表裏一体。そして、ここからは RPG あるあるで、真の支配者がいたという。それは黒幕、ガンダムさんよ。真の黒幕、ジークジオンを打ち倒し、このスダドアカワールドに本当の平和を、うん。アムロさんもガンダムさんも、レベル、まあまあ、高いね。休憩でタバコはよく、吸うけど、今日はスーパーさんに、行って、気分転換を、します。優しそうなお母さんにも、会えるかな？これは、ガンダムユニコーンさんの言葉だけど、すべては、始まりのチインダストリアルセブンに、アレックスさんも来てくれました。ジークジオンはラスボスなので、ヒットポイントとか尋常じゃないほどあるけど、見やすいように編集してるけど、長かったらごめんね。僕もスーパーに行って、たこ焼きお菓子食べたよ。編集、終わるかは微妙だけど、今日の夕ご飯は、楽しみ。そして、アルガス騎士団さんも、来てくれました。Sドラゴンさんの技は有効だけど、最後に、温存しております。うん。光と闇が混在するのが、この世界だけど、大人になるとムカつくこともあるけど、楽しいことも、多いからね、うまく、
調和を保ってるんじゃない？僕は遅咲きだけど、もしかしたら、他の人たちは、僕の体験したことも、早いかもね。うん。少しだけ、お仕事の、お話しすると、イバリースの占い師オーランを、よろしくね。アメグロ見てね。前回とか過去の動画も見てくれると、嬉しいね。チャンネルはゆっくりうなぎさんチャンネルだよ。いいとこ、光が集まっていく。その光の名は、スペリオルドラゴンさん。つまり、究極イコール輝き。祈り人の名は、光の騎士、ナイトガンダムさん。さあ、最後の必殺技だ。この光はいじめ問題の一つの答え。黒幕さんは退場。ちょっと往生際が悪いね。輝いた。うん、これで、現時点での、僕の言いたいことも、大体全部、こうしてティタンの魔塔も、なくなりました。スダドアカワールドに真の平和が、ただナイトガンダムさんだけで言えば、この後も、お話的なつながりはないけど、スリーさんが出てるから、人類全体がニュータイプになっても、この醜くも美しい世界は同じように、回り、お父さんはお仕事をし、お母さんは、ご飯を考え、子供たちはゲームやグルメを楽しむ。それで、いいと思うよ。さっき言ってた宇宙空の話も、この世にあるすべてのものは同じようなことを、繰り返してるってことを、ナイトガンダムさんから、たくさんの勇気と友情をもらいました。いろんなことを知ったから、今度は僕が恩返しをする番です。僕は普段は YouTube の動画を、作ったり、水中スタッド溶接の仕事をしたりしてるよ。水中スタッド溶接のことは日本海洋サービスさんと、有限会社スカイアンさんに、よろしくね。説明文に、日本海洋サービスさんの URL を掲載します。動画のチャンネル登録は、左上のボタンからだよ。うん。動画の説明文にはバンダイさんとかの URL も、あるから、時間のある時に、見てね。うん、今日は総集編。この後も続くよ。落ち込んでる子がいたら、元気を、分けてあげようね。真の勇者ナイトガンダムさんも、そうだよって、うん。SD じゃないけど、僕は、ちっちゃいガンダムさんが、キスだったんだ。始まりの終わり、終わりの始まり。きっかけは、かわいそうをなくしたいという、思い。そして、今日も、普通に一日は、終わるよ。うん。ここからは、視聴してくれた、視聴者様へのご褒美です。ここからのゲーム動画は、僕が落ち込んでる時に、元気をもらった、G ジェネイフを100倍、楽しむゲームだよ。この流れてる BGM とか癒し系、CG ギャラリーとかエモいよ。うん。考えてみると、僕はガンダムさんに、いろんなことを教えてもらった。プラモもだけど、いろんなゲームでね、超真面目なお話もすると、僕ら、段階ジュニア世代は、お仕事、いけなかった。ちょっと、かわいそうな子供たち、それ以外もあるけど、僕が少し、真面目くんなのと、今かわいそうな子供を救いたいと思ったことも、最初の占いだけど、何らかの小さい運気に、うん。続きだと、朝、カップ麺昼牛丼夜乳房で、ママのミートソースパスタ、夜は、しっかり、ママのご飯を、食べよう。はい。そして、僕もそうだけど、ゲームもほでほどにねって、お母さんよ、うん、ありがとう。次回、あるなら、それ以外もあるけど、最終、次の動画で。